この部屋の中に風の衣があるんだね。そしてこの扉が風乗りになる資格を持つ者にしか開くことができない扉。誰だ？この怪獣プスゴン様のスイートホームに土足で上がり込むやつは、なんてことだ。キュートだ。ただ可愛いだけじゃない、ちょっと毒のある瞳、抱きしめたくなるような体のサイズ。こんな気持ちは初めてだ。俺といてくれ、ずっとずっと一緒に暮らそう。私どうしよう。困るわ、だってあなた怪獣だし。きっとお父様も許してくれないと思う。え？お前！このキュートなハニーをよこせ！私がそうだったとはな。ちょうどいい。俺は風の衣を取りに来たやつを倒すように言われているんだ。頼まれた仕事を果たし、ついでにマイスイートハニーを手に入れる。一石二鳥とはこのことだ。聞こえますか？え？誰？私を呼ぶ誰？この者は悪しき気配から世界を守るための重大な使命を果たす旅をしています。あなたならこの者を助けることができるでしょう。この世界の希望を絶やさぬように。私が…うわぁ、危ねえ。俺のウルトラハイセンスなインテリアが。ちょっと端末な。まずはお前から片付けてやるぜ。さっさとくたばりな。待ちなさい。あなたを一人で戦わせたりしない。なんだ、お前みたいに弱っちいのはおとなしく寝てろ。
私もあなたと戦うって言ってるの。待っててくれ、今助けるぜハニー。
力を見せてやるぜ。お前なんてメッタメタだぞ。やめて。お？それあげるから。もうやめて。前、さっきはあれほど。あげるから。死ぬほど大事なものなんじゃないのかよ。死ぬほど大事なものよ。じゃあいいの、あげる。私は風乗りになる。それは思い出なの。亡くなったお母様との思い出。でももういらないの。私風乗りになるの。お母様の後を継いで風乗りに絶対なるの。風の衣を着て風乗りになる私とこの人は明日なの。明日のためなら思い出はいらないの。泣ける話だ。お前も苦労してるんだな。分かった。兄と引き換えにもう何もしない。俺に風の衣を守らせた奴は風乗りを耐えさせ風を淀ませここいらを闇の封印に落とすってわけのわからないこと言ってたんだ。偉そうに命令してくるネルゲルっていうイケスかないやつだ。あんなやつの計画よりお前の明日の方がハイセンスだ。ありがとう。じゃあ大事にしてね。いや、やっぱりもらえねえ。俺もらえねえよ。約束だから。いいのかよ。本当にもらうぞ。もらっちゃうぞ。じゃあな。あばよ。イヤホー。ハニー。いいな。ケキちゃんがいなくても私はもう大丈夫だから。
私がやる風送りの儀、見に来てね。次によりこれまでアズランに吹いていた古き風はその役目を終え彼方へと去り行きました。今このアズランに吹くのは育みの力あふるる新しき風。このアズランに育みの風を絶え間なく吹かせ町を守り育ててゆくことを誓いましょう。見て、ほら、風の衣。私の風送りの儀もちゃんと見ててくれた。待っておったぞ。さあ、わしの部屋へ。フーラの工場にはヒヤヒヤさせられたが、なんとか無事に風送りの儀を終えることができた。これもひとえにそなたのおかげだ。本当にありがとう。まだ大きな変化は出ておらぬが、このアズランに良い風が吹き始めた。これからは良い方向へ向かって行くだろう。この町に希望をもたらしてくれたアズランの英雄よ。そなたに緑のキーエンブレムを贈ろう。しかし、風の衣が風乗りの手に渡らぬよう、水の塔に魔物を配した者がいたのか。このような辺境にまで悪しき魔の手が及んでいようとは、世の中どうなっておるのだ。お父様、それを企んだのはネルゲルっていうやつだって水の塔の怪獣さんが言ってた。それで、お父様、とても大事なお願いがあるの。なんだい、フーラ、改まって。私、あなたについていきたい。あなたの戦いをお手伝いしたいの。声を聞いたの、戦いの時にこの人についていきなさいっていう声を。フーラ、今までも留守にしてたのにごめんなさい。でも守りたいの、この町も世界も。いいとも。お前が初めて自ら望んだことだ。力の限りやってみなさい。お父様。
私一生懸命